どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、e プランスさんっていうところの提供になります。自分の動画でですね、まあアウトドアやるときとかキャンプ行ったときとかにたびたび登場しているこちら、これポーレックスのコーヒーミルミニっていう、まああの手引きのねコーヒーミルなんですけど、今日はですね、e プランスさんから非常によく似た商品をねご提供いただきましたんで紹介してみようと思います。今日紹介する商品はこちらです。コーヒーミルです。手動のコーヒーミルです。もうね、あの見た感じ、まあ、ポーレックスのコーヒーミルそっくりなんですけど、値段がねだいぶ安いんですよ。早速ちょっと中身を開けてみましょう。さあ行きましょう。こんにちは。取っ手だけ出てきました。こんにちは。さあ、本体出てきました。もうね見た感じね、もうほんとそっくりなんですよね。あー立派じゃん。ちょっとポーレックスと比べてみましょうか。まああの自分のやつはねミニなんですけど、どうでしょう、見た感じほとんど差がないのお分かりいただけますでしょうか。ほとんど同じですね。じゃあね、一番肝心なね見る部分をちょっと見てみましょうか。よいしょ。おこんな感じでございます。この白いのがセラミックなんですよ。で今ここネジがついてるの見えると思うんですけど、このダイヤルの締め付け具合で豆の引き加減を変えることができるようになってます。ちょっとバラしてみましょう。はい、こんな感じでございます。これね、上から豆を入れてでこうグリグリ回すと、このトルネードしてる部分でこうガリガリっと豆を潰して、ここで整えて下に落ちると、そういった仕掛けになってるわけですね。うん、あの構造自体はね、このポーレックスのとねほとんど同じですね。このねトルネードのやつとこの薄というかねっていう、まあ2つになってるんですけども、はい。でまあちょっとねポーレックスと比べると若干ね、あの金属がね薄いかなっていう感じはするんですけど、まあ使う分には問題ないんじゃないかなといった感じでございます。では早速ですね、ちょっと豆引いてみましょうか。でね、このその豆の引き加減なんですけど、これ結構好みがあるんですけど、自分の好みに合わせてね何回かコーヒーこう入れる時にこう締め付け具合を変えてね、いろいろ試せるんで、そういうのも楽しみがありますね。では下のこの蓋というかね受け皿をくっつけの、ここにねコーヒー豆を入れていきます。あ落ちた、落ちたぞ。落ちる。ああ大変だ、豆が。あーもうねすでに豆のいい匂いがしてるわけなんですけども、さあ、ちょっと見えないんですけど、こうね豆が入ったら蓋をして、蓋がちょっときついんですよね。でハンドルをくっつけると、であとは回すだけでございます。そうするとですよ、ちょっともう見えるかな、ちょっと見づらいんですけどね、あの粉がね引かれた豆が粉になって落ちてくると、あのねこのね手引きってねすごい感触がね気持ちいいんですよ。この豆をゴリゴリしてる感じ、これ楽しいんですよね。でね、あの力は全然いらないです。軽い力でこう回せます。はい、豆落ちてきてますね。ではここからちょっと早送りで、はい、このように引き終わるとね音が全然しなくなります。さあ3杯入れたんでね結構な量できましたね。まあコーヒー2杯分ぐらいかな。おお、めっちゃいい匂いがしております。ではせっかくなんでね、ちょっとこれでコーヒー入れてみましょう。はい、こんな感じでね、ちょっと分かりづらいんですけど、粗めに引いてみました。ではお湯を入れてみようと思います。さあこんな感じにコーヒー入りました。ではですね、
うちコーヒーマニアいますんで、コーヒーマニアに味見してもらいましょう。お願いします。うまい。ほんとかよ。ほんとそう、うまい。はい、ということで非常に美味しいみたいです。さあ、いかがでしたでしょうか。値段安いと言ってもね、質感とかその使った感じってほとんど変わらないんで、まあ、これでいいんじゃないかなと、まあ、いった感じですね。でね、やっぱり豆を引くとね、この香りがね、コーヒーの香りがすごくいいわけですよ。まあ、もしくはね、アウトドアに持ってっても邪魔にならないサイズだと思いますんで、まあ、コーヒー好きだっていう方はね、ご検討してみてはいかがでしょうか。以上です。ぜね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。